私、松島メジャテックの佐藤と申します。2022年17月7日から9日まで開催された粉体工業展東京に弊社松島メジャテックも出展させていただき、たくさんのご来場いただきありがとうございました。ご都合悪くお越しいただけなかった方のために、オンライン展示会としてブースのご紹介をさせていただきます。今回の展示は最新のミリ波レベル系を中心としたものになっております。 2022年10月に発売開始となりましたミリ波レベル計は世界最高水準の性能を持っております。測定距離最大120メートル、放射角4度、測定精度プラスマイナス3ミリとなっております。性能が向上したことにより、レベル計測に関する課題を解決できる幅が広がりました。また、お客様も使いやすさを考え、 そんな機能があったらいいなという声を反映して搭載した機能もありますので、順番にご紹介させていただきます。ミリ波レベル系の調整は、パソコン、タブレット、スマートフォンの Bluetooth 機能を使って行います。このように、現在の測定結果を画面で確認しながら設定を変更することができます。 新しい機能として特許を取得しました付着系放出力を搭載しております。展示では模擬的に粘土を置いております。付着が発生した際にレベル系からアンテナ清掃の信号を出すことでメンテナンス時期の最適化を実現することができます。また付着への対策としましてはエアパージ機能も標準仕様として搭載しております。 方位角度検出機能についてご紹介させていただきます。分体を計測する際のレベル系調整内容の一つに角度調整がございます。これは安定した計測を行うために測定面の安速角に対して実施していくものですが、特定環境は現場によって違うので、その現場に合った調整をしていく必要があります。レベル系の調整が完了した時の方位と角度を記録しておけば、 機器更新やメンテナンスの際の再調整が簡単になります。このようにレベル系の向きを変えると、方位と角度を示します。展示会では、松島メジャーテックのダストセンシング製品も展示させていただきました。粉塵を連続監視することで、作業環境、生産効率、 コスト削減に関すする課題を解決します溶接現場で発生するフューム量を監視することで作業環境確認と粉塵量によって集塵機の稼働をさせることで省エネにつながります粉体塗装作業現場でもご使用になれます製品組み立て現場での粉塵監視は製品の品質向上につながります 工場から出る空気に対しても粉塵漏れの早期発見やロフ交換タイミングの最適化につながります製品としては工場から排出される空気の粉塵濃度計としてダストモニター粉塵量の多い場所での継続に使用するエアダストモニタークリーンルームや組み立て場でご使用いただけるエアパーティクルモニターがございます レベル系の新しい調整の方法としてご公表いただいておりますリモートメンテナンスについてご説明いたしますレベル系の初期試運転調整時にはこれまで弊社技術員が現場にお伺いして実施しておりましたがコロナ禍における工場への入場制限もありパソコンを遠隔操作しての調整をご提案しております技術員の交通費宿泊費がかかりませんので費用削減や 入校教育の手続きが不要になるので、時間削減もできます。入場制限のある危険場所でも遠隔操作のため安全作業になります。リモートメンテナンスを実施する際には、このようなリモートメンテナンスキットを発送させていただきます。パソコンの接続や現場環境確認のため、カメラ操作をお願いしております。 レベル系をご購入された際は、メリットたくさんのリモートメンテナンスもぜひご検討ください。工場や現場の生産工場のために最適なシステム提案も行っております。継続メーカーである我々松島メジェテックとして、測かかる IoT で作業効率向上をご提案しております。 内容物のレベルがわからない状態で回収・搬送を行っていると無駄が多くコストがかかります。レベル系無線システムを導入することにより容器内の内容物レベルを遠隔操作できるようになります。必要な時に必要な場所に配車することで省力化につながります。